ケミカルピーリングとは、薬剤を使用して、相性の治癒に従って、皮膚再生を促す手術、術式のこと。美容や治療を目的とする。酸性の薬剤を皮膚の表面に塗布し、新陳代謝の悪くなった角質層の結合を緩めることで自然に剥がす治療法である。角質を誘拐、または凝固させる、剥離剤を塗る。 効果としては、皮膚の層を剥離させ皮膚の一部を壊し、そのことで総称となり、表皮や神秘が再生されることで皮膚の質や外観が変化する。皮膚科などで行う専門的なケミカルピーリングは、pH の調整や使用する酸の濃度などを厳密に調整して行われる。酸を5から10分ほど皮膚に浸透させる。処置後に、酸の刺激により肌に、 赤みが出ることがある。ケミカルピーリングは、角質層のバリア機能を減少させるため、他の薬剤の浸透を促進する。マイクロニードリングなど他の手術を併用したり、手術後に医薬品を用いることによって、皮膚の再生を促進させることもある。主に皮膚の浅い層に、作用するのは、レチノイン酸、アルファヒドロキシ酸、サリチル酸であり、グリコール酸や、 トリクロロサクサンではより深い層に作用する。この作用の深さは薬剤の濃度にもより調合、調整される。ニキビや軽度の変色、色素沈着、紫外線による問題では浅い層までの作用でよく、中程度の問題では中程度の層でまた1週間ほどの肌の再生期間を要し、深い層では 皮膚の上皮化を待つためにから3週間かかる。失敗などでより深く剥離された場合には、表皮の再生には数週間から数ヶ月かかり、盛り上がりができることもある。強い薬剤では、副作用もそれなりに生じるということであり、マイクロニードリングの提唱者のフェルマンデスは、乳酸のような弱い薬剤で皮膚への浸透力を高めて、ビタミン A、 ビタミン C を併用することで皮膚の生成を促した方がいいという考え方を提案している。スキンケアのためのトーナーは、化粧水のように持ちビタミンの浸透性を高めるという目的でも弱いアルファヒドロキシ酸が配合されており、ニキビでは a h a を多くするか、ベータヒドロキシ酸が配合される。レチノイン酸は医師による手術は不要である。 トレチノインによるピーリングは2001年に甲板の治療選択肢として発表されたが、その他光老化などに対しても、ランダム化比較試験による厳格な効果の調査が必要であると2017年に言及されている。アルファヒドロキシ酸。これらは、リンゴ酸、種石酸、クエン酸、グリコール酸、乳酸のように果物に由来する。乳酸は単独化。 アルファヒドロキシ酸と併用され副作用が少ない。合成の乳酸より天然の乳酸の方が刺激が弱い。10から15%濃度以上から専門家の手術となり、それ以下では一般的な家庭用の化粧品に含まれている。グリコール酸もこのグループに入るが濃度が高い場合、強い剥離作用がある。a h a は 核質層の死んだ細胞を自然に剥がすことを促す。フェルナンデスは毎日定常的に使うものではなく、a h a は一時的に週に数回にとどめて使うもので、紫外線を避ける必要があるので夜の使用を推奨している。水などによる中和を必要とする。サリチル酸には樹木の柳由来で、抗炎症性もあり、30%までの濃度では、 中和剤は不要である。ベータヒドロキシ酸に属し、使用性であるため AHA より毛穴の汚れを除去しやすい。ケミカルピーリングでは10から30%の濃度で使用される。塗布後3から5分で灼熱感がする。水溶性の AHA と異なり、使用性なので毛穴の汚れを取ることもできる。2%の濃度以上から専門家による手術となり、 それ以下では一般的な家庭用の化粧品に含まれている。さらに2種の形態を取る。グリコール酸はよく使用されている。30%以上の濃度では、不腫やビランの危険性が増える。生理食塩水などのアルカリ性溶液でカイル作用を中和して止める必要がある。トリクロロ酢酸はタンパク質と結合する。そこで作用も失うため。 全身副作用はないが局所での反抗の恐れがある。タンパク質の変成、コラーゲンの破壊などを起こし、濃度に応じて深い層に達する。古くは紀元前エジプトのパピルスにピンイリングを行った記録がある。近代的には1871年には、タルベリー・フォックスが20%濃度のフェノールを肌に使った。ニキビには1903年に、 マッキーがフェノールを使った。後に、サリチル酸が提唱されたが大量に使うと中毒を起こし耳鳴りや嘔吐が起こった。1960年にはエアーズが、フェノールより、トリクロロサク酸の方が適しているとした。フェノールは、皮膚の深い層まで破壊し、しばらくは綺麗な肌になったが、時間とともに不自然な皮膚になっていくという特徴があり、廃れていった。 フェノールほどではないが、トリクロロサクサはダウンタイムが7日程度と長かった。1960年代にスコットがグリコール酸を使い、レチノイン酸が脚光を浴びた後、1980年代にはアルファヒドロキシ酸が広く認識されていった。日本ではケミカルピーリングによる被害例があったため、2000年には号として実施していれば、 医療に相当すると厚生省が明言し、2001年より日本皮膚科学会がガイドラインを作成してきた。ガイドラインの作成によって、皮膚科でケミケルピーリングが実施されることが増えた。2006年に根拠に基づく医療に忠実としてガイドラインを改定、2008年には第3版となった。ケミカルピーリングは、座草、色素沈着、光老化、 アンチエイジング、シミくすみの改善を目的とする。表面的な傷跡や手や首の赤返りにも用いられる。一般に25歳以下の健康な肌の人には、a h a は不要で、ニキビなどのトラブルがある場合に考慮される。2008年の日本皮膚科学会ガイドラインで、良質な証拠はないが、選択肢の一つとされているのは、座草の皮脂。 小反の日光黒子、小じわに対する、グリコール酸とサリチル酸マクロゴールである。座僧の間応性反根、大ぶの日光黒子や乾ラ弱卵ン,ハン炎症後の色素沈着において、またサリチル酸エタノールの使用は、証拠がないため推奨できない。腎上性座僧治療ガイドライン2017でも、グリコール酸とサリチル酸マクロゴールでは選択肢だが、 サリチル酸エタノールは推奨されていない。手術前に、早傷の治癒が遅れたり、感染に弱くなるとか毒性のリスクが高まる、内臓疾患や糖尿病、免疫抑制といった、既往歴が考慮され、ヘルペスや感染症に留意される。放射線治療を受けていれば、最上皮化を遅らせ、皮膚剥離による瘢根のリスクは高くなるし、イソトレチノインを使っていれば、 中間以降の皮膚の層の剥離が起きているため同様のリスクがある。光感受性を増加させるホルモンや、蛍光品乳薬では、色素沈着が起こりやすくなる。6から12ヶ月以内にイソトレチノイン内服薬を使用していた場合反根化や、治癒の遅延を生じやすいとして、その際には、様々な皮膚の処置が推奨できないとして広く、実践されているが、この件について、 米国皮膚科学会第74回年次総会を通じて各専門家が審査を行ったが、ケミカルピーリングではその裏付けはなかったことが確認された。悪化する可能性のあるものには、湿疹、感染、白斑、酒、脂老性皮膚炎がある。近畿は傷口への手術、妊婦、また細菌性、ウイルス性、心筋性の感染症。 また薬剤に対するアレルギー、中等度の層以上へ作用する薬剤では、半年以内のイソトレチノインの使用となる。手術後は、遮光が必要となり、レチノイドの使用も注意が必要となる。また近畿として、マイクロニードリング後の強いピーリング成分では、傷跡が残る、可能性があり、アスコルビン酸は脱色素斑ができる恐れがあり、 レチノインさんは刺激感が強くなるため使用に困難を生じる。ありがとうございます。